フルトンストリート駅は、ロワー,ーマンハッタンにある、ニューヨーク市地下鉄の複合駅で、以下の4路線の間で相互に乗り換えができる。IND8 番外線は、ブロードウェイからナッソーストリートの間のフルトンストリート下を通り、他の3線はそれぞれブロードウェイ、ウィリアムストリート、ナッソーストリートの下を通って、フルトンストリートと交差している。フルトンストリート駅は、 ニューヨーク市地下鉄で8番目に利用者の多い駅で2015年には2167万1684人が利用した一家の運行系統が乗り入れている。フルトンセンターは複合駅内の往来を改善するため新駅舎を建設しワールドトレードセンターサイトへのアクセスを容易にする改築プロジェクトである。フルトンストリートの下を通る路線だけでなく 改札外の理解になるもの,の近くにある、コートランドストリートや、チェンバーズストリート駅との間を、デイストリート連絡通路で結んでいる。フルトンセンターは2014年11月10日に、開業した。IRT レキシントンアベニュー線、フルトンストリート駅は、相対式ホーム2面2線の駅で、ブルックリンブリッジシティホール駅からの延伸によって1905年1月16日に、 開業した。ブロードウェイ直下に設置されている。かつては南広ームのみが障害者対応だった。2012年10月にはベイストリートに新たな入り口が設置され、その際にエレベーターが設置されたためである。2014年11月には北高ホームにもエレベーターが設置され、両ホームが障害者対応になった。IRT ブロードウェイマイナス7番街。 センフルトンストリート駅は1918年7月1日にブルックリン支線の駅として開業した。クラークストリートトンネルが開通するまでは隣のウォールストリート駅がブルックリン支線の終点であった。フルトンストリート駅は島式ホーム1面2線の標準的なローカル駅である。ブルックリン方面は K2 番線、マンハッタン方面は K3 番線である。 これはキロほどを定めるチェイニングに基づく名称で一般的なものではない。チェイニングの起点となる起点表はブロードウェイマイナス44丁目にある42丁目シャトルとの合流点に設けられており、フルトンストリート駅は約19700フィートの位置にある。ただし、フルトンストリート駅は急行線上に設けられたローカル駅であり、番線表記が 急行線のものになっているのが標準と少し異なる点である。フルトンストリート駅にはメザニンが2つあり、フルトンストリートの両側に分かれている。終日営業の出入り口は南メザニンにあり、フルトンストリート、ウィリアムストリート交差点の南東角にある。北側はフルトンストリートとウィリアムストリート交差点北東に設置されている。 エレベーターは南端に設置されているほか、他線への乗り換えは8番街線ホームを経由する必要がある。BMT ナッソーストリート線、フルトンストリート駅は相対式ホーム2面2線の駅であるが、ナッソーストリートの幅が狭いため2層構造になっており、ダウンタウン方面が上層街、アップタウン方面が下層街に停車する。構内レイアウトも他の駅とは異なっており、 アップタウン方面ホームへの出入り口は、ナッソーストリートの西側、ダウンタウン方面ホームへの出入り口は東側に、なっている。さらに、下を走っている IND8 番街ホームを経由して、ホーム間を移動することができる。出口は、ナッソーストリートとフルトンストリートに設けられている。ジョンストリートに出る南出口は、ラッシュ時のみ利用可能である。アンストリートに出る北出口は閉鎖されている。 ビークマンストリート及びペース大学への通路が北の端にあるが改札外であり1ブロック以上の長さがある。IND8 番街センフルトンストリート駅は島式ホーム一面二線の駅である。開業当時はブロードウェイ・ナッソーストリート駅と呼ばれていた。地下約18メートルのところにあり、同深度の大駅と同様に環状の駅になっている。壁面には 紫色のタイルで帯が引かれており、フルトンと書かれたタイルが取り付けられている。2010年12月に複合駅内の大駅と統合する形で、フルトンストリート駅と改名されるまで、ブブイとナスソーが交互に現れる開業当時のタイルが残っていた。柱や釣り下看板の駅名は新しくなっている。ナンシー・ホルトのアストラル・グレイティングという作品がメザニンに展示されていたが、 改装時に撤去されてしまった。メザニンには IRT ブロードウェイナス -7 番外線及び BMT ナッソーストリート線のホーム行きエレベーターが設けられている。また、ウィリアムストリート、フルトンストリート交差点の南西角とメザニンの間にもエレベーターが設けられている。n y c s u b w y o r g ステーションリポーター、また SRT4 トランジット、 Google ストリートビュー、ありがとうございます。